さあ始まりましたワンキャリ企業ラボ。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組になっています。今回の企業はマネジメントソリューションズさんです。M ソルさんはマネジメントを世界を動かすエンジンにをブランドパーパスに掲げていて、プロジェクトマネジメントに特化して伴走するコンサルティングをされています。この後そういったお話も詳しく伺っていきます。では今回のゲストをご紹介しましょう。マネジメントソリューションズから野村さん、そして大森さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はぜひお仕事が、どういったものなのか具体的にこうイメージできるようなお話をたくさんいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、全く緊張はされてないですね。いやいや、もう緊張でガチガチでちょっと、はい、手に汗握る感じ震えが止まらないです。ではよろしくお願いいたします。はい、ここからはさらにいろいろと深掘ってお話を伺ってまいります。では今回のトークテーマ見てみましょう。このような5つの質問をご用意いたしました。上から順番に伺っていきます。では早速1つ目の質問です。こちらです。他社コンサルとの違いは、はい、こちらから教えてください。はい、多くのですね、企業活動というのはやっぱりこう企業の戦略を立ててそれをまあ実行していく、はい、でプロジェクトにおいてはですね、プロジェクトを計画を立ててですね、それをまあ実行に移していくと、計画戦略を立てるところとこうそれを実行に移すっていうこの掛け算でですね、はい、成果っていうものが生まれるのかなというふうに思っておりますと。一般的ないろんなコンサルのサービスだとやっぱりこの初めのこう戦略を立てるところだったりとか、この計画を作るっていうところにやっぱりこうサービスが集中しがちなんですけども、我々はですね、もちろんこっちの戦略計画ってところも支援するんですけども、どっちかというとこの実行というふうな方にですね、強みを出している会社でございます。でやっぱりこう実行というのは我々だけでやるというよりはお客様と一緒になってやるというところで、はい、さっき伴走者という言葉があったんですけども、実行支援であったりとか伴走支援という言葉でですね、お客様と一緒になってご支援していく実行フェーズをいかにこう進められていくのかというところをですね、やっているというところに強みを出している会社になっておりまして、そこが本当に他社のコンサルタントと違うような会社になっているという形でございます。はい、ありがとうございます。ではどんどん次の質問に行きましょうか。続いての質問はこちらです。プロマネ人材の市場価値の高さの理由は、こちら教えてください。そうですね、やはりこうまだまだですね、プロジェクトマネジメント人材が足りない、でさらに今後もっと足りないだろうっていうようなですね、数値も出ております。